寒さが厳しいソウルからホットなニュースをお届けします。前回は韓流スターコンソンウと日本の女優宇津美みどりさんが受賞した賞、日韓文化大賞文化外交部門大賞に2008年度は俳優のチソンが選ばれました。受賞式が行われた会場は終始和やかな雰囲気に包まれていました。日韓文化交流センター主催で毎年行われている日韓文化交流の夕で、今年で15回目を迎えます。そしてこの交流会に合わせて日韓文化大賞が授与されています。この賞は平和、文化、経済などの分野で民間レベルの交流を通して両国の友好促進に寄与した人物に贈られます。黒のスーツを颯爽と着こなし壇上に上がったチソン、では受賞の感想を聞いてみましょう。まず좋은 상을 주셔서 좀 감사합니다. 그리고 제가 또 가장 나이가 어린 것 같은데 제가 대표로 말씀을 드리고 있어서 영광이라고 생각하고요. 아마도 이제 제가 이제 금 전에 프로에 뉴욕 하트라는 드라마를 통해서 여러분들 다시 한번 인사를 드릴 수 있는데 너무나 많은 분들께서 사랑해주셔서 오늘 이 상까지 이 상까지 이루지 않나 나는 그런 생각을 해보게 됩니다.저는아마그축복받는상같습니다오늘이상을받음으로써앞으로더한국과일본그문화교류에이바지할수있는좋은대우가되도록노력하겠고요조만간좋은작품인사드리겠습니다여러분감사합니다今回の日韓文化大賞はチソンをはじめとして全8部門10名の受賞者が選ばれました。ドラマ「ニューハート」で熱演を見せたチソン、去年は日本で彼の姿を目にすることが多い一年でした。5月にファンミーティングが開催され日本公式ファンクラブが発足、また10月には彼が出演した映画「宿命」が日本で公開されました。より日本のファンと距離が近くなったチソン、今後の活躍が楽しみです。